タカラトミーナ社員の子供一人につき200万円を支給する、出産育児祝い金、制度を導入すると28日、発表した。出産費用や将来の養育費などを補助することで、社員の仕事と家庭の両立を支援する、人事制度も改定する、年功賃金要素を付与し、仕事や成果と関わりの薄い手当は廃止、大卒初任給を月額約1万円、4.3% 引き上げ、24万2000円とする。このほか、不妊治療を適用範囲とするなど、短時間勤務制度を拡大する、育児、介護休業を取得する社員の給与の約3割を原資に、業務をカバーする社員に、応援手当を支給する制度を試験的に導入する、人事諸制度の改定は7月1日付、ネットの声、からトミー自体がおもちゃの会社である子、とからすれば、その消費の対象となるのは、子供たちであり、その親、保護者ということを考えれば、少子化になることはまさに会社としての死活問題とも言える。まずは足元である従業員に対して手厚い施策を講じることは、従業員のロイヤリティを高め、より良い人材を確保する意味でも、企業のイメージに対しての広告効果にもなり得るだろう。こうした企業における少子化対策への攻めの姿勢は、一部の企業に止まることなく、大企業を中心にもっと広がることが必要と考える。これまで蓄えてきた内部留保も活用しながら、企業のあるべき姿勢として、ただ利益を上げるのではなく、社会的な価値をさらに追求してほしいものだ。結局、次世代の消費者を育てるのはどの企業にも通ずる問題なのだから、一方で、中小企業は大企業に比べてこうした余力はない。そこは国が補助金、助成金などで支えていくことが必要であろう。出産育児祝い金は双子や第2子以降も一律200万円支給するとのこと。短時間勤務制度は不妊治療も自由に含め、小学校6年生の年度末までに期間を拡大することなども発表されています。思い切った施策ですね。おもちゃの会社だからこそ、子供の存在を身近に感じる仕事が多いと思われます。それでいて自身が仕事と子育ての両立が難しいとなれば、社員は仕事に虚しさを感じてしまうかもしれません。そういう意味でも、会社として本気で子育てを応援する姿勢を示すことは理にかなっています。同社に就職、転職を考える人にとっても大きな魅力になるでしょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。